あんまり経験がないんですよ。ないの？ないない。あれされたことある？鉄砲ここに来られたことある？ないゼロ。ゼロや、そんな。どうや、見てる人どうなの？見てる人、今日いきなり突然俺ちょっとなんか今まで人間の診療所の人が来てあれやっとって、真面目な話とってこれからのその診療所とかクリニックのあり方とか、はい、まあまあそれ院長先生に相談してみてくださいとか、まあいろんな話してきたわけや、まあまあ自由診療のね、今後のこういう風になっていきますよっていう話、はい、で今突然ここ来て、鉄砲の話してちょっともう疲れた鉄砲の話前にしてましたね。でこれで見てる人でもええわ、ほんだら日本の人の中で、まあ、ホールドアップでもええわ、はい、鉄砲こう向けられてな、な、はい、ホールドアップ手を挙げろって言われたことのある人って何割ぐらいあると大体そんな鉄砲持ってる人は少ないでしょ。いやいや、例えばほんなら日本の中だったらめったにないとしょうや、めったに、レアケースや、はい、で外国海外旅行行くとか出張、外国で出張行った時にホールドアップされたことってある確率ってどれぐらいやろ。まあ私の知り合いにもそんなやつは聞いたことないしね。あんまおらん、いないのに帰りますわ、まあ、これをな、俺がじゃあその釣りね、フィッシングでいろんなとこ行って、まあ後から話するわ、はい、どこであったとかどうだよね、はい、大体延べこうされたのが、はい、5、6回あるかな5、6回。この間のほらフィリピンのゲリラの話はナパームダン飛んできたやつや、あれはまあ、はい、そんなに怖くないわけよ。実際こうされるのって結構、ね、うん、で、まあ、5、6回よ、はい、であと、うん、自動小銃向けられたことがあるのも 2、3 回あるわけよ。自動それこそないでしょ、まあ、うん、僕が見たのはここあの地下鉄で、ニューヨークでね、ほんでね、何を言いたいかっていうと、うん、これぐらいの数、それ結構重厚パン突きつけられることになると、うん、もう慣れんのよな、不思議と人間って。もうそれは2回目ぐらいまでは怖かったから、まあ、またかなという経験があればね。だからもう本当もうその時にもう撃たれてもええわぐらいにしか思ってないんで、うん、何にも怖くないみたいになるわけよ。でまあね、実際ね、俺な、はい、1日2回がね、パプアニューギネアの、ポートモレスビーな、はい、これ首都なんで、パプアニューギニアのポートモレスビーっていうところまで飛んで、はい、そこからマダンっていうところとか、でカンドリアンっていうところとか、はい、いろんな小さい昔の太平洋戦争の時に日本の陸軍が戦ったところへんよ、その辺がフィッシングで何回か行ったわけや。でこのポートモレスビーで2回、タクシー乗って、運転手こっちってこう、あれいつ頃の話ですか、何年だろう、今52歳やから30歳手前ぐらい、28、9ぐらいの時は、ああもう20年ぐらい、今の奥さんと結婚する前やから28、まあそんなに昔はないですね、そんなには、1日2回おてんね、まあ、それは物取りですわ、なんだろうね、だからもうこれは10ドルとかって、普通の人やったらもうちょっと怖がれて100ドル札渡すやけど、10ドル渡したけど、喜んで逃げていったけど、だからその10ドル渡して逃げた坊主が小僧でした、小僧、若い子ね、子供がまた言うんやろな、連絡してあいつやったらくれるぞと、ほんでまたよ、もう分かった、もう2回目、1日2回目だったらもう分かった、もうこれもあっちいけど、じゃあそこにいったら10ドルくれるからで、それは、まあ、パパに言えば2回やったと思ってます。で、あとはね、ケニアも、これは空港からホテル行くまでのね、ロッジ、フィッシングのロッジね、まあ、その時は船中泊で、船に寝泊まりして、フィッシングの旅にね、1週間ぐらいに出るんだけど、そこの港の前にあるロッジに行くまでに車で1時間ぐらいかかるわけよ、これ警察官、白いね、ブラックの顔に白い制服着てるわけよ、白い制服、そう、これがね、ところどころ立っとんのよ。で、で止めるわけや、止まりないと、ね、まあなんじゃかんじゃ言うてるわけよ、あのスワヒリ語で、黒人同士が、まあまあどうせこれやろうなと思ったから、あもうわだ出すわけよ、これ100ドル、100ドル、その時も100ドル、US の100ドル、こいつはもう100ドル、100ドルだ、出すわけや、ほんだら
舐めてんのかっていう顔で、うん、やってくるわけよ、うん、ちょっと待てと、もうちょっといんのかと、うん、で俺も腹立つから、いやいや分かった分かったと、でもうバッグちょっと上げさせろと、トランク上げさせろと、車の後ろ上げて、トランク上げたら むっちゃ警戒するわけよ、もうこうやって、うん、こうやって、うん、で上げて、うん、ルアーね、うん、ルアーを1個渡したら、うん、100ドルより喜んどったわ、うん、おおこれはどうすんねんで、ね、こうやってこうやって釣るんやと、うん、でもそれ、うんうん、そのケニアも1時間ぐらいの、それは一人で行ったんじゃないでしょ、でもいやいや、ね、あのガイドかなんかおるんでしょ、そらそこよ、ロッジには待ってるよ、ここなんか迎え向けへんから、あその時はマレーシアのやつ、ウィリアムマレーシアのやつと、うん、ドイツのやつと、うん、で俺と、うん、3人で、うん、その現地の人間じゃないわけね、そう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 、あの運転するのは現地のやつでね、うん、あのだから平ってね、空港で、まあ、警戒やからね、うん、まあまあそのあとはまああと自動小銃か、うん、これなんかはインドネシアのちょっとしたところなんかな、うん、パプアとか、うんうん、これもうコーストガードよ、うん、コーストガードっていう海上保安庁、日本で言うたら海上警察ですわ、うん、こいつら、うん、まあ骨で寄ってくるわけ、うん、俺はフィッシングしてたら、うん、海賊やん、海賊じゃないけどお前らはこれは何をしとんねんみたいな、うん、で乗り込んでくるわけよ、これで、うん、一応何かそのね、変なもん持ってないかもあるか、うん、なんか変な量の仕方してないかとかあるか知らんけど、うん、結局は物欲しがんねん、うん、どこから来た、うん、結局はその時もルアー、うん、ルアーやったら大喜びするわけ、うん、でこれどうやんねんと、その釣り竿くれと、これはあかんと、うん、ほんだらちょっと待てと、うん、3、4人がこうやって狙ってるわけよ俺らを、うんね、いやちょっと待てと、海賊じゃないわけね、コーストガードよ、海上警察、あ警察か、ちょっと待てと、うん、今釣るからって言って、うん、バーン投げるわけよ俺が、うん、シュッシュッシュッってバーンって魚釣れるわけよ、うん、こんなんが、うん、で釣るやつでしょ、うん、これやるとこの魚を、うん、おーって喜んで帰ってくる、うん、ほんだでそれとルアーだ、うん、もうフレンドよ、まあまあそういうとこも鉄砲ね、こう向けられてるともう本当慣れますよと、ね、時間めっちゃ気にしてなきゃ、いやいやもう10分デート、いや仕事ですよ次忙しい、でまあ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 いろんなとこ行ったわけですわ、うん、でセイシェルとかね、うん、マダガスカルとかね、あとバヌアツ、これニューカレドニアからまた飛行機飛んでるね、バヌアツっていうところかな、なるほど、それこれに行くわけね、でもあとモーリシャス、モーリシャスでもロドリゲスっていうところとかね、どんなのするんですか、大きいやつとかロドリゲス、だからまあ本当にニューカレドニアなんか知ってるでしょ、いや知らない、天国に一番近い島って聖子ちゃんの、はい、何の話してるのか分からないんだけどまあまあここにいっぱいつけとくわ、俺今回の行った時はこんなとこ行きました、こんなとこ行きましたみたいな。